津村さんが奥様の遺骨を両腕にしっかりと抱えて出ていらっしゃいました。事故現場の山形に向かわれて亡骸と対面されて3日。留守番すればいいんだよね。週2回僕らしくないですか、子供の面倒なんか見て。先生、奥さん亡くなってからちゃんと泣きましたか、一度でも。そもそもこういうことでも書かなきゃ、あんたもう書けないんじゃないんですかって言ってんすよ。先生は私のこと抱いてるんじゃない、誰のことも抱いたことはないですよ。お母さんだって勝手に死んだし、義理にも食うにも困って喉始まってよ。思い通りか、ざまあねんだと言ってか。クソガエルだ、クソガエルだ、あたしは暴力だ。僕はね、夏子が死んだ時他の女の人と寝てたんだよ。君とは全然違うんだよ。長い言い訳。